系のサークル、あるいは表現できるサークルをちょっと見ようと思ってペデストリアンデッキを歩ったんですよ。あの先輩たちがもうずらーっと並んで、もう目移りしちゃうぐらい、もういろんな方が新刊ね、多摩キャンパスでしてくださってたんですけど、中央大学落語研究会って書かれた縦看板で囲い込まれ始めたんですよ。でそのままなんか説明ブースにずるずると先輩の話を聞いたんです。うちはあの落語研究会って書いてあるけど、コントとか漫才をメインにやってるからっていう説明を受けたんですよ。あ、コントだったら興味があるぞと思って活動を見に行ったんですよ、はい、あの1週間通い続けたんですけど、まあほとんど落語しかしてなくて、あれおかしいな。そこで落語を初めて見て、すごく面白いなと思ったんですね。こんな昔の話を今聞いても笑えるんだっていうことにすごく感銘を受けて、なんかこう昔から人の気持ちって変わらないんだなっていう、人ってそんな昔からなんかこう共感できる思いを持ち続けているんだなっていうところにすごくロマンを感じて、いろんな役を一人で演じ分けますし、あとはこう美術、こう何もないけど見えないものをあるように見せるですとか、なんかそういうものを全部一人で見せる究極のエンターテインメントなんじゃないかっていう、これは本当に今の学生さんにもぜひ伝えたいなと思うんですけど、ちょっとでもやりたいと思うことがあったら本当に勇気を出して飛び込んでみてほしいと思うんですね。本当に大学時代しかそれってできないことじゃないかなと、まあ、大学生っていうこの4年間本当に自由にいろんなことができる期間だと思うので、やっぱりこう踏み込んでみないとわからないと思うんですよね。で世界って広がらないと思うので、不思議なもんで飛び込んでみると案外慣れると思います。私が言います、大丈夫です。案外怖いなと思ってた世界でもずっと続けていると慣れてくるし、本当に新しい世界にどんどん飛び込んでいってほしいと思います。